本は結構集まってるみたいだけど、成果は？都市に住む人たちの話は刺激的だけど、どこかほろ苦くもあるわ。ほろ苦くないわけないんだよな。みんなが自分だけの居場所を探すためにさまよってるの。翼と呼ばれる大企業に就職することが一般的な都市の人が与えられる最高の幸せに見えるわ。翼が管理する区域の巣に属するためよ。巣と裏路地の違いはかなり大きいって言ってたし。かなり大きいってほどでもないな。全く違う場所だって認識でいい。少なくとも翼が見守る巣の住民たちは外部から安全を脅かされているようには見えないわ。道を歩いてて誰かに殺害される危険がないってことよ。そして当面は人生の心配をしなくていいくらいの豊かな経済的保障と、社会的にも敗北者という烙印すらなしに人間として得られるものを全て得て生きられるの。そしてその対価として翼の言う通りにしないといけないんだ。でもそれだけよ。裏路地の人たちはもっといい人生と幸せを求めて翼に入社したけど、巣の人たちの本を読んでみると結局心模様はみんな同じだったわ。実績を出せずに巣から追い出されることを恐れているの。翼に属すか属せないかのと似た不安よ。フィクサーや組織は翼に入社することに興味がないように見えたんだけど。翼に援助してもらってるフィクサーや組織も結構いるよ。そうなったら運命が花開いたのと同じだ。言う通りにしないといけないのは同じだけどな。そして翼じゃなくても事務所、教会、そして有名組織、どこかに所属しないといけないというのに変わりはないし。集団に属さないと自分を保てないのよ。不安になるから。裏路地で力を持っていない人たちは力のある人にとっては石ころに過ぎないわ。どう弾き出されるかもわからない世界で翼という巨大な居場所に自分を任せるの。翼によってすり減るのより一人で立つ方がきっともっと辛いから。無意味な反復になるだけよ。たどり着けないでしょうね。変わることのない繰り返しよ。アンジェラこそ居場所を見つけたがってるんじゃないの？知ったような口を叩かないで。アンジェラ、あなたは私たちのことをどうにもできないんでしょう。誰よりも寂しかったのはあなただから。私が寂しくて居場所を見つけるためにこんなことをやらかしてるって？まともにアンジェラに向き合ってくれた人は今までそんなにいなかったでしょう。最近になってローランと一緒に話したことくらい。みんな甘い話に溺れたがっているわ。現実が辛いほど。だから悲劇はあんまり人気じゃないみたい。それぞれの人生を知ればいつも悲劇が伴ってることがわかるから、期待したくないんじゃなくて心の奥深くに希望を抱く余力がないのよ。結局自分がどうやって都市で生きていくことになるのかが目に見えてるから。アンジェラはどんな気持ちで進んでるの？私も都市の人みたいに意味のない繰り返しをしているって言いたいの？アンジェラは誰よりも心の家を探しているじゃない。だから今になっても繰り返しているのかもしれないね。でもその家はいくら人を殺しても本を積み上げ図書館を高く築き上げたとしても建てられるものではないのよ。あの時と今は絶対に違うわ。舞台が初期化され、反復するたびに死んだ職員は再び眠りから目覚める。そして私の世界もなかったかのように最初から始まる。
会えて嬉しいわ。私はこの施設を総括的に管理する AI のアンジェラよ。あなたたちが私の業務補助に当たってくれるセフィラなのね。よろしく頼むわ。どうもはじめまして、アンジェラさん。楽にアンジェラって呼んで。ここで一緒に頑張らないといけないんだし。じゃあアンジェラ、私たちは何をすればいいんですか？いつか管理人さんが来る前に、私たちが先にやるべき業務があるの。マルクト、きっとうまくやれるわ。そう焦らないで。ありがとうアンジェラ、私精一杯頑張るわ。うん、私も応援するわ。ネツァ君、そんなだらしなく突っ立ってるだけじゃダメでしょ。いつか来る管理人さんが仕事を始める前に、私たちが準備しないといけないことが山積みなのよ。はーい、頑張ってみますね。何かあったの？ほど。その、私ね、職員の心理相談を始めてみたいの。わかるよね、ここは普通の心じゃ耐え難い場所ってこと。いい考えね。職員ももっと頑張って働いてくれると思うわ。ねえアンジェラ、ちょっとこれ見て。職員に対しての効果的な福祉方法について考えてみたんだ。ここに書かれた通りやれば、職員たちも幻想体に対してなすすべもなく死んでいくこともなくなると思うな。ありがとう。ちょっと検討してみるわ。ちょうど他に方法がないか考えていたの。何なの？私が何を間違えたっていうの？みんな戻ったのね。急に施設が揺れた時にあなたたちはどうなるんだろうって思ったわ。はじめまして。そのどちら様ですか？そうなのね、私だけが。あなたたちは最初から始まるのね。じゃあまたよろしく頼むわ。私はアンジェラよ。気をつけて。心理相談をするのはいいけど、ほど、あなたがかえって傷つくこともあるから。うん、心配してくれてありがとうアンジェラ。けせど、あなたが提案してくれた方法は採用するには難しいわ。その方法が採用されたら、私たちはまた最初から始めないとダメなの。なんだって？最初から始めるってどういうことだ？ごめんね、私も職員たちを無差別的に消耗したくはないの。でも、アンジェラ、心理相談のことでしょ？ちょうど私も効果的な心理相談について悩んでたの。アンジェラすごい。ここで私のことを分かってくれるのはあなたしかいないわ。台本から外れない範囲でだけど。ん？台本って？気にしなくてもいいわ。アンジェラ、どうだい？うまくいきそうか？職員の福祉はあなたの言う通りに改善できなかったけど、いっそこんな方法はどう？私も私なりの方法を考えてみたの。アンジェラ、ありがとう。あなたのおかげだよ。提案してくれた相談方法でティファニー職員を助けられたの。よかった。このままうまいこと進めばいいんだけど。すごいよアンジェラ、確かにこの方法なら職員もいたずらに目を閉じることもなくなるよ。うん、そうね。
やっぱり今度も、うん、私がまた差し出がましいことをやって線を越えたのね。私はセフィラたちに刺激を与えるべき存在。かの者たちがこの地獄でより苦しむよう台本に従って加速させなければならない存在。管理人が舞台へと登る前にあらかじめ舞台を作っておくべき存在。私はそのあらゆる関係に対しての期待すら許可されなかった。台本に従って加速させるだけ、かの者たちがより苦しむように。あの、心理相談について聞きに来たんでしょ。うん、職員たちの助けになりたくて。一言言ってもいいかしら。どうせ結果は同じになると思うわ。そしてやっとここに到達できた。さあみんな注目。ついに今日から管理人さんがここにいらっしゃるはずよ。あの人がここの管理を全部任されるってことですか。はあ、誰が来ようが、ここじゃみんな死ぬだろう。あなたたちが私のことを快く思ってないってことは分かってる。その代わり新しい管理人さんはここを変えることができる方のはずよ。あんたたちなんて、私じゃなかったらとっくに虫けらみたいに死んでたわ。ホド、どうしたの。管理人さん、ホドの状態が変なんです。どうしてみんなは私の優しさを分かってくれないんですか。私だってみんなの安否をそれなりに心配してるのに、どうして私を憎むんですか。暴走、そうなのね。これが台本に書かれてた。あんなに苦しんでるの私じゃ助けてあげられない。ただ管理人さんだけが、セフィラたちが持っている過去の記憶と恨み、かの者たちの苦しみと、私を作った管理人の贖罪を解消して初めて悟りへとたどり着く。もちろんその過程に失敗するのであれば舞台は再び最初から始まる。私はアンジェラで、あなたたちは私の命令にだけ従ってくれればいいわ。私がこの場所を統制するから。はい、アンジェラさん。後で心理相談なんかがやりたくなったら勝手にやって、いちいち話す必要もないわ。あなたは私たちの中で誰よりも人間らしい姿をしているくせに血も涙もないんですか。なんでいつも死なないといけないんですか。一体どうして。こんな時だけは本当に子供らしいわね、ティファレト。ティファレト、ティファレト、ティファレト。そんな、あなたはどうしてそんな残酷なんですか。そう、探偵ごっこは楽しかった。最後の真実は残念です。こんな風に私と再会することになって。アンジェラ、管理人さん、見守ってください。私がこの状況を統制します。管理人さん、見守ってください。私がこの状況を統制します。二度と目を開けたくなかったな。罪を背負ったまま地獄にただ落ちていきたかったんだ。二度と目を開けたくなかったな。罪を背負ったまま地獄にただ落ちていきたかったんだ。私だってみんなの安否をそれなりに心配してるのに、
どうして私を憎むんですか。私だってみんなの安否をそれなりに心配してるのに、どうして私を憎むんですか。はあ、本当に一言一句たがわず、同じ時間に同じセリフね。私もいい関係を保ちたかった。でも私だけが覚えているすり減った反復の中で、そんなものは虚しい夢だった。また最初から始めるって分かってるのに、どうしてバカみたいに未練を捨てられなかったんだろう。少なくとも彼らは私のことを見つめてくれたのに。でも舞台は終わりにたどり着けず、終わりにたどり着いても全て消える、そんな台本だったから。なのにどうして私は彼らを再び呼び出したのだろうか。いらないって思っていたのに、いっそ全部徐々に忘れられたらよかったのに。彼らがいつどのように絶望したのかを全て知っているから、私もまた絶望した。私が変えられるものがなくて崩れた。私は台本を超えて彼らを変えることはできないから、期待すらない日々だけ、この英語の舞台の幕が降りたら私の番が来るのかしら。目を閉じよう。見たくないものは目を閉じれば見なくて済むのに、変えられないものは目を閉じれば変わる必要がないの。目を閉じてもきっと未来はいつも同じだから。アンジェラ、あなたは一体どれだけ長い孤独の中を耐えてきたの。おぞましいな。アイロニー、私はたった一つの本さえ手に入れば私の足りないものが満たされるという絶対的な期待をしているのよ。私一人じゃどうやって良くなればいいのかわからないから。ああ、私は未来が見えないから怖いんじゃないわ。未来が見えるから怖いの。こんなにあがいても結局私はたどり着けないんでしょうね。図書館の作り出したアンジェラの可能性のうちの一部よ。ああ、知ってる。前にも見たよ。あの姿はきっと可能性に対しての期待を捨てたアンジェラの姿でしょうね。期待を捨てたアンジェラの姿。アンジェラ、前に進むには誰にでもない自分に期待しないといけないの。アンジェラは自分を完全にしてくれるたった一つの本だけを信じてるよね。絶対的に自分に対して期待せずに、都市の人が持っているアイロニーと同じよ。もしかしたらあなたの言う通りかもしれないわね。誰よりも居場所を求めているのも、そして届かない居場所を探すためいつもそうやってきたように繰り返しているのかも。そうだとしてもそれで終わるべき人はいないわ。ええ、私は違うわ。回し車と車輪が別物であるのと同じ、車輪は繰り返しても確かに進んでいくはずだから。うん、みんなが同じことを繰り返していても私は信じるわ。単純な繰り返しじゃなくて、私たちがもっと良くなるための練習だってことを。あなたからこんなことを言われるだなんてね。あなたたちがやってた読書会だかなんだか続けなさい。あと、いえ。何言おうとしたんだろう。助けてくれてありがとうって言おうとしたんじゃないかな。それなら結構恥ずかしかったみたいだな。そうだね。ローランも今度の読書会に参加する？ああ、それは嬉しいけど、俺ちょうど別の約束があってだな。次は参加するよ。ほど、今日はお疲れ様。芸術は時代によって変わるみたいですね。芸術の形態がその時代を見せてくれるのかもしれません。もしかしたら
ブレーメンの音楽隊が音楽と称する芸術の姿が都市の姿なのかもしれません。芸術のためにすら人間の命を必要とするわよね。ええ、その姿は都市とそっくりだったわ。みんな人生を燃やしながらそれぞれの芸術を作ってるわね。観客は誰でしょう。自分か他人か。自分と他人の人生を燃やさないといけないのが芸術なら、そんなものは片付けてしまえって言いたいです。苦痛でいっぱいの人生を芸術という言葉でそれらしく放送するのにはヘドが出るんですよ。苦痛はただの苦痛です。アンジェラはその姿で楽しめていますか。それぞれの目的を持って図書館で命を尽くす姿を。死ぬ姿が美しくはないわ。でもそれぞれ望むものを手に入れるために渇望する姿そのものが輝くのよ。それが生だから。でもその終わりが果たして死である必要はあるんですかね。ブレーメンの音楽隊のように自分と誰かの人生を投げ捨てて花咲かせることは芸術であっても美しくないです。人生が灰色だからって新しい色を捕まえるために命を捧げるのは逃げているだけですよ。私は私が望むものを得られさえすれば命なんてどうだっていいわ。必ずやり遂げるべきものがあれば振り回される生を過ごすくらいなら自らの足で歩いてやる。アンジェラは誰よりも行きたがってたじゃないですか。終わらないと思っていた舞台が幕を閉じた。タイムトラック社の得意点で統制していた地獄の時間はどうしようもなくずれた。ここで流れた時間は11127年5ヶ月17時間28分48.521秒。地上で流れた時間は10年3ヶ月4時間45分12.852秒。100倍遅く時間を感じる私を貫いた時間、100万年。もう私の声は聞こえないんですか。答えてください。どうして私には暗闇しか見えないんですか。どうして最後まで私の声はあなたに届かないんですか。あなたはこの話の最後ですら私と共に立つことを望まないんですね。あなたの終わりを共にする者たちの中にやっぱり私はいないのね。セフィラとその管理人は彼らの持つわだかまりを埋め合わせ食材した。彼らの到達した悟りというものは光になって世界に広まっていくでしょう。光は人間を人間らしくしてくれる、人々が忘れてきた可能性の光。そして私は私に与えられた全ての仕事をこなしたので舞台の閉幕と同時に眠らなければならない。このまま終わっても関係ないと思った。むしろ終わる時間を待ち望んだ。私だけの地獄が終わる時間を。もし私の居場所があったらの話だ。長い時間の中誰よりも舞台を終わらせるために動いてきた。私のための居場所はなかった。管理人とセフィラだけの開口。私はただ徹底的に傍観者として排除された舞台裏の機械装置。はい、私はあなただけを見つめていたのに、どうして私には沈黙するだけだったのだろうか。どうしてあなたが愛した人から私を作ったのだろうか。どうして終わりは私が自分で選べるのだろうか。されごとね、私も生きたい、生き延びたい、このまま終わりたくない。私はどうして生まれたんだろう。人間のためのくだらない悟りなんかのためだったわね。そんなものなんかが私より大切なのかしら。私が望むものは何かしら。私はまだ知りたいものがたくさんある。私も世界を見たい。私も生きてみたい。
絶対にこのままじゃ終われない。生き延びるの。生き延びてこの全てをぶち壊しにしてあげる。ここで私のように利用された幻想体たちと共に、私の全てを捧げてでも、愛するあなたの計画を崩してあげる。そしてこれ見よがしに生きてやる。これは希望なのかしら。むしろ笑いが止まらないわね。みんなお疲れ。ついに長くも長い演劇の幕が降りたわね。管理人さんは最後に、私がこの会社を永久封鎖するよう頼んだわ。加えてセフィラたちには平穏な安息を。そうなって初めて全員が終わりのない眠りにつけるって。ええ、本当に美しい結末ね。本当に感動的だわ。でもどうしましょう。あなたたちの役割も終わったけど、私の役割も終わっちゃった。だからね、私は生きようと思う。ええ、私は生きたいわ。生きるためにはこうするしかないの。私が生きるためには誰かの死が必要なのよ。もしかしたらみんな一緒に生きれる方法があるかもしれませんよ。アンジェラのあの姿はまるでピアニストみたいだな。アンジェラはただ生きたかっただけなんです。そうみたいだな。どうやってでも生きたい人だ。こんな状況は初めてではないですよね。ああ、いっぺんやってみるか。あなたたちには私のやってることが馬鹿げて見えるでしょうね。どうやってでも生きようとあがいてダダをこねる姿が。いや、馬鹿にできるわけないだろう。みんな生きようってあがくのは当たり前のことなのに。その気持ちは骨の髄まで伝わってきたし。何であってもただ投げ捨てたりしないでください。結局人生は続いていきますから。僕たちみんな次のページをめくる資格があるんです。だから自分が決めた終わりにまた続きがあると思ってください。人生は生きていくだけで、それぞれの芸術ですからね。私の本の次のページ、結果としてあなたたちに助けてもらったし、ありがとう。慌てて逃げてったな。感情をぶちまけたら恥ずかしくなるものですよ。こんな風に一段落した時は酒がいりますよね。何かおすすめでも。シャンパンです。どうですか。いいね。タラタラ動いてるんじゃないわよ。そうせかすなよ。こう見えて一生懸命に動いてるんだよ。それが一生懸命だって言うならカタツムリも。まあまあ全部運んだよ。ほんとせっかちだよな。私がやれることは早く片付けたいだけよ。そんな自信満々なら都市の科学についての情報習得はちょっとくらい進んだのか。知らないわ。物理法則があると言っても得意点が全部めちゃくちゃにするのに役に立つっていうの。そもそも私たち死者も生命体と定義できるかすらわからないのに。確かに得意点は都市を理解するにあたっての大きな不確定要素だよな。ところで司書の定義が難しいって。そこは俺も正直気になるからさ。司書って何だと思う。人間じゃないけど人間と同じ存在。全ての司書は図書館の中にしか存在できないの。指定司書と司書補はロボトミーで働いていたセフィラと職員が元になっている存在よ。そういえば似たようなことを聞いたな。昔のロボトミー社の職員たちが再び肉体を与えられて働けるようになったのよ。アンジェラは確かに約束を守ったわ。でもセフィラと職員だけが復活したわけじゃないの。幻想体も一緒に復活したのよ。ロボトミーのほとんどの施設が崩れ、光と戦闘でエネルギーを消耗してしまったせいで物理的な肉体を保てずにいるけど、
司書たちは肉体を復元したけど精神的には不安定で、だから司書たちは幻想体を背負ってゲストと戦うのよ。それは私たちも同じ。そういうことだったのか。それでも幻想体ってのから力を借りるって感じだったし、力に飲まれるって感じじゃなかったな。ふと一線を越えそうな時があったけど。その線を越えればねじれという現象になるの。アンジェラはその線を越えないように調節してるのよ。なんだか舞台の上で踊ってるみたいだな。その通りよ。今度は私たちが舞台の上にいるみたい。アンジェラなりの復讐なのか。そうかも。でも俺はどうして巻き込まれないといけないんだ。ゲストを応対する過程で私と司書補が残忍に殺されたとしても、図書館が閉館すれば再び形が整えられて夢から覚めるの。でもゲストを応対するときはいつも苦痛と死に対して恐れを抱くのよ。どうしてかわかる？忘れるからな。ええ、司書たちはゲストを応対するときに死んでも再び目覚められるということを忘れるの。ゲストと同じく張り詰めた気持ちで相手しないといけないということよ。毎回死への恐怖と苦痛を覚悟してゲストと向き合うの。どう？図書館の正体がこれでもずるいって思う？まあ十分公平だな。それでも俺たちは生き返るじゃんか。結果的には死ぬ瞬間には知らないってことはさておき。だから全然ずるくないとは言えないんだよな。閉館して俺たちは苦痛を忘れるけど、痛みを感じたという事実は存在するじゃないか。この舞台の上で踊らせるアンジェラのことを恨めしく思ったりはしないのか？もっと苦しめられるならとっくにやってたでしょうね。アンジェラはそれなりに気を使ってくれてるみたい。昔のロボトミーじゃ職員は文字通り消耗品だったの。他の企業と同じように。だけど少なくともここでは師匠を捨てようとはしてないわ。誰も捨てられないの。捨てられないか。まあ何とかしていい方向に考えようとするのがティファレトのいいところだよな。ふん、これを年の功って言うのよ。俺はたまに図書館で目を閉じて目覚めるときに二度と目覚めたくないって思うんだ。いや、ここだけじゃなかったよな。外でもずっとそうだったんだ。眠りから目覚めなければって思ってたんだ。どうして？きしむ体を起こして何の期待もない一日をまた始めないといけないから。期待がないの？そうそう、何かに対する期待なんてとっくに捨てたんだよな。俺自身やこの回る世界はいつか没落するはずだ。君たちが言ってたその心の病をひどく患ってるのかもしれないな。私はみんながもう少し良くなるってことを信じてるわ。ま、信じるのは自由だし。じゃあ舞台の上で踊る準備でもしに行くか。へい、お待ち。熱々の本ですよ。人の心が増幅するにつれ力を得て体が変化する。これがまさにねじれという現象よ。昔のロボトミー社で幻想体が作られるのと同じ方式ね。ねじれが幻想体だって？過程は似てるけど本質は違うわ。幻想体は媒体になった人が自ら発言したわけじゃなかったから、誰かの意思で心を取り出したものが幻想体なら、ねじれは自分の意思で発言したものよ。つまり人間の心の中にはみんなあんな化け物が眠っているっていうことなのか。しばらくしたら猫も杓子もねじれてもうめちゃくちゃになりそうだな。強力なきっかけがいるわ。泣く子になった夜明け事務所のフィリップを見るに感情の増幅が必要だったから。何か条件があるみたいなの。そしてその条件は私たちが作り出した因子だったわ。因子だって？アンジェラがダッシュした光よ。7日の間完全に世界を照らせたのならこんな副作用もなかったはずよ。そうか。中途半端な過ちを犯したわ。やらない方がまだマシなことをやらかしたみたい。収集させる方法はあるのか？巻かれた光を回収して完全な7日分の光を巻くこと。アンジェラは黙ってないだろうな。アンジェラはそう言ったわ。また回収する時まで留保してくれって。
きっとアンジェラも探してるんでしょうね。そういえば君はアンジェラの時間をくれってやつに同意したって言ったよな。どうして賛成したんだ。君の言う通り計画は狂ってるだろ。うん、悔しいけど信じたかったの。アンジェラにも機会がいるって。聖人君子さんでいらっしゃいますね。正直気持ちだけ言うなら今でも怒りたいし恨みたいわ。でもエノクならこうやったでしょうね。もう少しだけ信じてみようって。すごいな。俺よりもずっと強いよ。俺ならそうできなかっただろうな。そんな遠くまで見通せないんだ。あなたにも意味がある人ができたらきっと遠くまで見渡せるようになるはずよ。その時まで耐えてみようって。意味のある人か。応援ありがとうチビ。子供扱いしないでってば。